裁判所の命令があるということで、警察も大変動きやすくなりますから、それ以上接近しないということは期待できます。本当に困っているならば毅然とした対応するべきだと思います。えっとこういうご質問来てますね。成人した子供に対して親が精神的、金銭的虐待をしている場合、親から逃げる方法はありますか。 逃げても追いかてらまあ子どもの方うが成人してるさらにその親が精神的な虐待あるいは金銭的虐待をしてるこの、まあ、精神的虐待は分かりますよね言葉の暴力などいろいろあるんでしょう。金銭的虐待ってどういうことを言ってるか分かりませんけど例えばお金持ってっちゃうとかよくドラマなんかありますよね。で実際 子をにして例えば子どもの名義で借金をして子どもに迷惑かけるとかあるいは子どもを勝手に保証人にして借金するとかあるいは昔で言えば子どもの勤務先に行って給料を持っていこうとするとかあるいは子どもの家に行って実際矢探しをしてお金を持ってってしまうとかそういう事例はまああるにはあるようですねおそらくそういうことを指しているんでしょう。 で親から逃げる方法はありますか。これはもちろんあの物理的に行方をくらますっていうことはありますよね。で、でも親は追っかけてきて、また借金を申し込んでくる、あるいは金を取っていこうとする、あるいは耐え難いような精神的虐待を受ける言葉の暴力など、<laughs> 耐えられないですよね。で、一定の動揺すとこれはあの不法行為ということになりますと。 で、そうするとですね。不法行為になるから損害賠償請求っていうのはあんまり意味がないんですけど、ただ一つだけ意味があるのはですね。接近禁止の仮処分っていうのはこれは一定の意味はあります。どういうものかというと、あの人は親なんだけども、来ないでくれと。自分はもう辛いから来ないでくれと言ってるにもかかわらず、しょっちゅう来て大変辛い思いしていると、内容によっては裁判所に申し立てをすれば例えば。 半径200メートル以内に近づいいいてはいけないとかあるいは住んでる町が隣町だとしてお子さんといっても成人ですけどね成人の方の住居のある地域に近づいてはいけないとかあるいは会社に押しかけるような場合だと会社を特定してこの会社を訪問してはいけないとかあるいは電話をしてはいけないとか手紙を書いてはいけないとかあるいはメールを送ってはいけないとか。 line を送ってはいけないとか、まあそういうですね。様々なその遮断する措置を申し立てをして、裁判所が認めてくれるということはありえます。この接近禁止の仮処分というのは、これ、名前を聞いたことを終わりの方も多いんじゃないでしょうか。有名なのはですね。スーパー歌舞伎の猿之助さんでしたかね。あの人に対してファンの女性がしつこくつきまとってこれ仮処分が出ました。 この仮処分はです、ね、実はあ,のあまり効果がなかったと言われてるんですけどっていうのはその仮処分を無視してねその女性が近づいてきて大変迷惑を被った近づいたらあ損害賠償請求権が発生しますよなどあるいは住居の変容を害したら住居侵入罪で警察に通報すればすぐ警察が来て排除してくれるとかそういったですねその 民事上の接近禁止の仮処分という裁判所の命令があるということで警察も大変動きやすくなりますから裁判所の命令に反しているということでこれ単なる民事不介入民事の問題だから介入しませんよってことではなくて。 明確に裁判所が認めているんでこれはここから立ち退きなさいというようなね住居侵入罪に該当しますよというような形であるいは会社に来るようなケースだと建造物侵入罪に該当しますよというような形で警察が動きやすすくなるんですよねでそういう意味ではあの我々が実務上経験している接近禁止の仮処分は実は大変仮処分が出てしまうと大変効果的だというのが実務上の感覚ですね。だから 猿之助さんのケースがなかなかその解決しなかったのは非常に特異なケースで一般の方我々の一般的な理解ととしてては大変効果があるという,ふうに思っていますでこの場合裁判所の命令にえー背いてきたら <coughs> 一回来たら例えば5万円支払いとか10万円支払いとかそういうその請求をしてそういう判決をもらっておくこともできますからそうするとですねただでさえお金に困ってる この加害親としては毒親とと毒親しては親子の関係で甘えがあるから近づいてくる借金を申し込むでも第三者である裁判所が入ったんで甘えが通用しないっていうことを自覚してそれ以上接近しないっていうことは実際上は期待できますなのでそういうい方法が考えられますねですから逃げても追いかけてくる場合はどうしたらいいんでしょうか これは裁判所のの命令ををももららっってて接近禁止の仮処分をもらって来させないというふうにするとうただですね実はあの他人の場合は仮処分っていうのもね申し立てしやすいんでしょうけど心理的に。親ということで特別な感情があって嫌なんだけれども世間体がとかねそんなことでその裁判所の手を借りるのがどうも恥ずかしいとかそもそもそういう 親がいるということを世間に公表したくないとか感情論でもって申し立てしにくいってことはあるかもしれませんが本当に困っているならば毅然としたそういった対応をするべきだと思いますチャンネル登録高評価していただけると励みになります、はい